ようこそ皇室ジャパンへ。収穫の秋の美しい時期を迎え、心から感謝の気持ちを抱きながら、天皇陛下は13日、厳しい暑さにもかかわらず、お心の温かさを持って皇居での稲刈りに臨まれました。9月13日、天皇陛下が皇居の緑豊かな水田で、うるち米の日本まさりと、もち米の満月餅を心を込めて20株分ほど大切に収穫されました。この情景は私たち一人一人に日常の中での小さな努力や献身の大切さを教えてくれるかと存じます。天皇による皇居での稲作は、昭和天皇が心を込めて始めた伝統として、上皇様より天皇陛下へと受け継がれ、毎年大切に守られています。30度を超える真夏日のような暑さにもかかわらず、清らかな白の長袖シャツと黒の長靴を履いた天皇陛下のお姿が、釜を振るうたびに響く心地よい音とともに、確かな手技で稲を刈り取られている様子は、見る者の心に響くことでしょう。その稲は、天皇陛下が真心を込めて種もみをまき、丹念に田植えをなさったもの。今年の厳しい猛暑にも負けず、見事に平年並みの作柄として育ったと伺います。この収穫された尊い稲は、伊勢神宮へと献上されるほか、宮中祭祀などの神聖な儀式にも用いられるのです。実りの秋が再び訪れました。天皇陛下が稲刈りを手掛けるお姿を拝見し、今年の秋冬が平穏に過ごせるよう心からお祈り申し上げます。多忙な中のご労働、心より感謝いたします。報道の中には数えられないかもしれませんが、陛下が長年にわたり献身的にご公務に尽力されるお姿は、私たち一国民として大変誇りに思います。私の両祖父が戦地で感じた天皇陛下の存在の尊さを、今も私は胸に刻んでおります。国民の象徴としての陛下の役割を改めて考える時期が来たのかもしれません。天皇陛下、残暑の中でのお稲刈り、誠にお疲れ様でした。力強くという表現を前に、陛下が登山やランニングでご自身を鍛えていらっしゃることを思うと、何とも誇らしく感じ、深く感謝の気持ちでいっぱいです。毎年この季節には天皇陛下が皇居内の水田での稲刈りを行われることが、多くの国民にとっての大きな注目ポイントとなっております。猛暑の中、長靴を履いてのご労働、本当にご苦労させていただきました。今年の株は太かったですね、との陛下のお言葉、猛暑や水不足の影響を受けることなく良い結果を収められたことは、心から嬉しく思います。毎年、うるち米、日本まさりともち米、満月餅を合わせて20株収穫されることが、皇室の恒例となっております。今年も4月に陛下ご自身が種もみをまき、5月に田植えを行われ、この収穫の日を迎えられました。この収穫された稲は、
11月の新嘗祭や宮中祭祀などの皇室の神事にお供えされるのですね。天皇陛下ご一家のお姿を拝見するたびに、私たち国民は安心感や癒しを感じ、自然と親しみを覚えるものです。天皇陛下ご一家、特に愛子さまも含め、今後も体調を最も大切にし、ご公務を行われることを心よりお祈り申し上げます。天皇陛下、精魂込めた稲刈りのご労を感謝申し上げます。その手際の良さ、そして職員へのお渡しの際の丁寧さから、陛下のお人柄の深さが垣間見えます。台風の接近という中、タイミングよく行われた収穫に心から安堵いたします。映像を拝見するたび、陛下の安定感に安心と感謝の気持ちが湧きます。令和の時代が末永く平和でありますようお祈りしております。天皇陛下、厳しい暑さの中の収穫、心よりお疲れ様でございます。どの場面を拝見しても、陛下の気高く、そして温かい雰囲気には常に元気と癒しをいただいております。陛下が食べ物や農家の方々の大切さを深く感じていらっしゃることは、映像からもしっかりと伝わります。厳しい環境でのご労を想像し、どうかゆっくりとお休みいただきますようお願い申し上げます。天皇陛下のご健康とますますの繁栄を心よりお祈り申し上げております。皇居での稲作は、農業の奥深い労苦を身近に感じるために始められたと伺いました。またその貴重な収穫されたお米は伊勢神宮に奉納されるなど、新嘗祭等の宮中祭祀での使用がなされるとのこと。このような伝統やしきたりを心から尊重され、常に私たち国民のそばで温かいご配慮を示してくださる天皇陛下のお心遣いに、心からの感謝の気持ちでいっぱいでございます。残暑の中、厳しい作業となった稲刈り、誠にお疲れ様でございました。天皇陛下の変わらぬ穏やかな笑顔と、若々しくまっすぐな背筋が黄金色に輝く稲穂とともに、感動の一瞬として私たちの心に刻まれました。心の支えとして、天皇陛下と天皇家は国民の大切な存在でございます。両陛下の愛情深い教育を受け、高い道徳性と帝王学をもって育まれた敬宮愛子内親王殿下の将来に大きな期待と願いを寄せております。天皇家の皆様がこれからもお元気で、令和の時代が穏やかに続くことを心よりお祈り申し上げます。つい最近、稲を植えられたかと思えば、あっという間に収穫の時期が来てしまい、時の経つ速さに驚かされます。天皇陛下、素晴らしい豊作をお迎えになられ、誠におめでとうございます。陛下のお姿はいつも綺麗な姿勢で、清らかで若々しさが際立っております。そのお姿を拝見し、陛下のお元気さに心から安堵いたします。その立派な稲穂、一粒一粒を大切にされ、神様への奉納としての真心を感じさせる取り扱いに
感謝の気持ちがあふれてきます。この令和の時代がより平和で長く続くことを心よりお祈り申し上げます。種をまき、田植えを経て、見事な黄金色の稲穂を鎌でさっと刈り取られる天皇陛下のお姿を拝見すると、驚くほど手際がよく、とても器用に感じました。ザクザクの一振りが、実に慣れたものでした。これほどの美しい稲穂が実るのは、当然水の供給が必要で、関わる皆様の献身的な努力の賜物でしょう。この日の暑さにもかかわらず、陛下のお姿は穏やかで、疲れを感じさせない落ち着いた動作が印象的でした。鎌を使う技もさすがの一言です。何とぞお体にお疲れがたまらないようお気をつけくださいませ。いかがだったでしょうか。皇居の穏やかな風景の中、天皇陛下の稲刈りの姿は、日本の伝統と自然を愛する心を象徴しています。今年の株は太かったとの感慨深いお言葉を胸に、私たちはその真摯な態度を見習い、次の季節へと歩んでいく決意を新たにします。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。